小さんで大絶賛の鶏の唐揚げを食べた松。この店で続いて出てきたのはバナナパフェ。これがね、バナナパフェ、うん、まずアイスクリームからね。アイスクリームそのものか、ココナッツかな、うん、いや、バナナにも似てるような甘みがあるんだけど、すごくね、こう普通のアイスとちょっと違って香りがすごくいいね、うん、アイスクリームはねっとりしています。この甘みなんだろうね、これ独特のこうちょっと口の中入れてみてふわっと広がる甘みがあるんだよね。バナナとアイスクリームの組み合わせはどうでしょうか。バナナと、バナナの旨味がもうさらに引き立つような感じがあるね。もともとバナナの甘みがあるんだけど、それがね、アイスクリームがね、また別の甘みを加えてるような感じで、いや、バナナのなんか持ち味が特徴してるかなっていう感じがあるね。バナナともよくマッチしています。もうバナナのこの、うん、やっぱ果物の甘みっていうかな、これはすごい。まあ自分はマラソンをね、するけど、バナナだったら栄養補給でね、消化がすごくいいらしいんでね、エネルギーに変わりやすいってんで、こういう美味しいバナナだったら本当にマラソンとかも楽しくなるかなっていうぐらいの、それだけのこう旨味があるバナナ、ね、店内でバナナパフェを存分に楽しんだ松は、店でバナナチップスを買って外に出ました。いや、今この店でね、バナナチップス置いてあったんだね。バナナチップスって久しぶり見るけど、福岡でね、門司港で輸入物が手に入るんだけどね、門司港行くときわざわざ買うぐらい好きなんだよね。いや、久しぶり見た。いや、でも今まで台湾で見なかったのが不思議なくらいだね。サクサクとね、やっぱバナナのすごくなんつうの、甘さがね、こう程よく残してる感じがあるね。だから砂糖って入ってたけど、ちょっと黒糖みたいな、黒砂糖みたいな、そんな味がするよ、うん、砂糖の香ばしさもしっかりと詰めています。日本で食べるものはもう少し硬いんでね、まあ、歯が折れるぐらいまでないけど、これは少し柔らかい、うん、サクサクのね、程よい食感がある、うん、ちょうどいい、うん、口に入れるとこう噛めばね、甘さがこうほんのり広がってきて、うん、歯ごたえも最高です。バナナチップスでスイピエンっていうのね、これ土産物にすごくいいんだろうね、うん、バナナチップスの美味しさに松の手と口は止まりません。ターコの場合は、まあ、自分がこう出演としてね出てて、まあ、出ながらもこういろんなことを頭で考えながら、これ編集でどうかななんていうことをちょっと考えながらやってると。で、リンウェイツーダグーシーの場合は、まあ、これは完全にこう裏方という形で、リンをどこまでこうストーリー性をね持って、だけどストーリー先にありきじゃ絶対ダメで、あるものを基本的に取っていくっていうことにしないと、リンの場合ももうなんか無理やりこうストーリー付けてそこにはめていこうとするとね、日本でも特に多いけど、やっぱストーリーを先に作っちゃってイメージをはめていく、だから波乱万丈な人生でしたみたいな。一人でぼやいている松が小さんで次にやってきたのは、あるデザートの店のようです。ヤンタオ新年ルーいいか、ヤンタオ新蓮ルーいいか、うん、新蓮ルーは食べたことがない松。日本では杏仁ゼリーという呼び方をされるようですが、肌と喉にいいそうです。上から見るとジュースのように見えますが、中にずっしり詰まっています。ヤンタオ新蓮ルーと
はじめあのジュースみたいな感じかなと思った。下にあるんだよね、なんか。よいしょ。なんかプルプルのね。わ、うん、不思議。あのね、口に入れた瞬間ね、あの香りすごい広がってくるね。この香りのね、香りの中身っていうのは桃があるね。桃があってやっぱ新蓮もある、うん、あのココナッツ系のね、うん、これ混ぜてんだろうね。あ、すごいプルプル。でその汁みたいなのがすごい爽やかな味わいでね、下から持ち上げるとこのような感じ。結構濃厚に広がってくるよ。あの、まあ、台湾南部に来るとね、結構いろんなものが濃いね。人情も濃いしね、あの気候のね、あの日光もすごいこうね、ギラギラ来るっていう、まあ、今日はちょっとねどんよりしてるけど来るし、なんかすごい表してるよね、あの果物の濃さっていうのがすごく出てる。濃く、そして甘い新蓮ルーでした。チーさんというのは、地図で見たらカオション高尾から右上だから北東になるのかな、うん、車でまあ、1時間前後だったかな、ね、あの来たけど、いやそれでやっぱにぎわいがあるっていう、国内やっぱ観光が多いんじゃない、うん、まああの日本人とかその外国人はね今のところは見てないけどね、うん、まあいるのかもしれないけど、やっぱりこうあちこちにあるね、あの名所がね。あ、奥深い台湾の食を味わい続ける松が続いて向かったのはこちら。うん、今バーワン。いいかいいか。不要シャンタ。やってきたのはバーワンの店。台湾のどこでも食べることができるバーワンですが、店によってタレも具の内容も違ってきます。この店のものは茶色いソースがかかっています。バーワンも結構特徴的なものの一つね、台湾でね。このプルプルのね、どうやって出すんだろうこの粘りはと思うけど、この皮がとろとろだね。結構今まで食べたバーワンの中でもね、うん、あの結構口に合うような感じあるね、うん、とろとろスルッと入ってるね、うん、外側のプルプルした食感が特徴です。バーワンもこう油でねぐっと使ってね、なかなかこう油っぽくてみたいな、そうやってあの日本の人が言ってるのをね、あの聞いたこともあるけど、うん、でもあのもうニンニクの香りとかそういうの消すもんね。こちらが具です。肉とソースが絡み合っています。この店の肉がすっごいジューシー、うん、臭みが全くなくて肉の中がギューギューと閉じこもってるね。ああ、バーワンにも舌鼓を打った松でした。チーさんはね、バナナの産地ということで来たけども、いやバナナだけじゃないね。ああ結構、うん、なんか伝統あるというか、まあ、伝統があるからイコール美味しいっていうかね、イコールこう人気があるってまたちょっと別だと思う。別に新しい店でもうまいとこうまいしね、うん、伝統があったらまあそれなりに理由があると思うんだけど、うん、でもやっぱ他のものも結構あるね、うん。ゾンサンルーの松。バーワン、タンクイヤロイ。タンクイヤロイ。タンクイヤロイを注文しました。以前別の場所で食べたことがありますが、これまで松が出会った台湾の鴨料理は柔らかく格別。スープの色はかなり黒いようです。ダンクイヤロー、これちょっとね店があの
薄暗いから伝わるかどうか分かんないけど汁が黒いんだよね。うん、真っ黒。よいしょよいしょ。柔らか、うん、肉のうまみがすごい出るね。皮も柔らかくて、うん、であのほのかにあの漢方のねあの薬草の味がするんだけど、すっごいあのうまい具合に煮込まれてるね。あの程よくこう肉の弾力残しながら、うん、程よい弾力と引き締まった肉が特徴的。肉の臭み全くないしね、もうあの食べ応えがすごくある、うん、噛めば肉の旨味が出てきます。もう肉の旨味をぐっと閉じ込めてね、あそれをあの漢方で包むみたいな、そんな感じがするね。体にもいい漢方の鴨料理、台湾ならではの一品と言ってもいいでしょう。チーさんを食べ歩いた松、この後場所を移してさらに食べ歩きます。